え連投質問すいません10年くらい前に、博士の異常な見談で動画コンテンツの未来を当てていらっしゃったひろゆきさんだから、そこで示させてみますが、チャット GPT の登場で、あと5年もすれば AI 彼女の存在は容易に想像がつくのですが、そんな未来の世の中で、例えば少子化に拍車とか、未来の世界は一体全体どんな世界になってしまうのでしょうか、もう人類は女っこ実体と関わることもなくなってしまうのでしょうか。えっと、モテる人はモテ続けますよ。 今でもそうなんですけどモテる人はずっとモテ続けて出会い系サイトとかでも食いまくりで,でモテない人はあの生涯同定で死んでいくっていうのはあの AI がない今でもその状態ですなので安心してくださいもうすでになってます <laughs> 結局その多くの男性は綺麗な人若い人といたしたいと思ってますで多くの女性はそのイケメンで高身長で高収入の人といたしたいと思っています なので、そこからずれる人は難しいというのは、現時点でもそうです。で、AI が普及することによって、その、今まで儲かってる仕事が儲からなくなりますとかっていうので、で、あの、先進国の人の方が多分、仕事がきつくなります。 先進国の人がなぜ儲かってるかっていうと、わりと教育レベルが高いとかだったり、頭が良いというところで、それなりに儲けてると思うんですけど、の儲かってる職業は全部 AI に変えた方が安上がりだよねっていうので、儲かってる知的労働ほど AI で仕事が減っていき、逆に肉体労働とかの方が仕事する人が少ないので、そっちの方が給料が高くなるっていう状況になる可能性があって。 なので、あの配管工とかトラックの運転士とかの方が安定した収入があって、で、そこの元々弁護士でしたとか会計士でしたっていう人が全然仕事がないっていう状況になる可能性があるんですよね。なので農業とかやってる人の方がむしろ安定するみたいな時代あるんじゃないかなと思うんですけど、あとそのチューバーだったりとか、宝石作ってますだったりとか、その金持ち向けの仕事をしてる人は結構儲かると思います。日本の中だと。 コロナ禍とかでも LVMH っていうブランド品の会社がめちゃめちゃ利益上げてたんですけど、そのどんな状況でも金を儲ける人っていうのはいて、で、金を儲けてる人は自分に価値があるんですよというのを他人に見せる手段っていうのが、ブランド品を買う以外に今のところあんまりないんですよ。要は、ものすごいでかい宝石をつけるとか、そのすごく高いそのブランド品のものをつけるとかっていうことをやることで、 その赤の他人に私が価値がある人間ですよっていうのをアピールするっていうのをやるんですけど今のところねそれ以外でのねアピールの仕方って人類多分発明してないんですよねなので結局金儲けてその見栄を張りたいっていう人は高いブランド品を買うんですよなので1000万円の時計をみんなが持ってるんだったら5000万円の時計を買いたくなるんですよ で、みんなが5000万円のフェラーリ乗るんだったら、じゃあ1億円のなんか聞いたこともないような車に乗りたいとか。で、じゃあみんなが車買うんだったら、俺はロケットに乗るぜ !40 億円みたいなので、高いから買うんですよ。っていうその高いから買うという業界はずっと続いていくんですよね。なので、そのどの業種が儲かるかわからん。AI のおかげで。金持ちが買いたがるブランドだったり、で、タレントさんってタレントと結婚したいとか、 タレントを俺の誕生日に呼びたいとかがあるんですよ。なので、金持ちが俺の誕生日パーティーやるけど、木村拓哉来るんだよって言ったらお、おすごいってなるじゃないですか。で、木村拓哉さん、ギャラ10億円とかでも払えちゃうんですよ。っていうのがあって、そのタレントだったり、ブランドだったりっていうのは、ずっと付加価値でい続けられるので、なので、ボロ儲けしたいんだったら、エンタメとかブランドとか、なくても困らない仕事をやったほうがいいとください。失敗すると、本当にあのただの無職になりますけど。 まあね、それで獅子類類の売れない底辺 YouTuber が世の中にいっぱいいるっていう状態になると思いますけど、まあ、とはいえ、あの、先進国でいる限りは、まあ,あの食いっぱい売れることはないので、生活保護とかでみんな楽しく暮らせばいいんじゃないかなと思います。